こに脳みそついてんだお前なあ。この撮影までに勉強してこいって話なのよ。伸びてないとかむしろ下がってます。まあぶっちゃけサボってる自覚はありですか。なんか理由があるんですか。今年しかできないという。受験生版タイガーファンディング、夢に踏み出せ。ではどうぞ。失礼します。今宵も一人の受験生が進学のための資金獲得を目指してトラへと挑む。はい、ではまずご経歴をどうぞ。名前は林義也です。現在19歳で千葉市緑区に住んでいます。最終学歴は成田高校卒業して現在2浪目です。では今回の希望金額と投資形態を教えてください。はい、1番は、虎の中の1人か複数人の、塾に無償で入塾させていただくことが1番で、それがダメなら、100万円の投資をお願いいたします。これ今回初めてのケースですね、こういう言い方は。ということは最終決断で、例えばですよ、細井先生からどうぞって言われて、細井先生がじゃあメディケートにおいでって言ったら、これで終わりっていう話ですよね。だそれぞれ今日は5人とも、塾を持ってらっしゃるので、それぞれの塾で無償で来ることを許可するかどうかっていうお尋ねを1枠から5枠までしていきます。でそこでもしもう決まってしまえば、100万円という話はもうないので、それでおめでとうで終わっちゃいましょう。でどなたもそれはないということであれば、じゃあ改めて聞き直しますということで、二回り目で、100万円のうちいくばくか積んでいただけますかということでやっていきましょうか。ではあなたが思い描く未来の姿は。はい、医者になって発展途上国で第二の細井龍先生になるです。オールワナセン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。今回のプランなんですけども、無償入塾か投資ということで、具体的にはどのようにこちらを判断すればよろしいでしょうか。僕の第一希望としては、どの虎でも僕は本当に全員素晴らしい塾持ってると思ってるので、そこで無償で入塾させていただいて、そこで1年間頑張りたいっていうのが僕の第一志望 でそれで本当に誰も、まあ、リスクがあるので、誰も僕を塾に無償で入れたくないってなった場合は、100万円をいただいて、そのお金をもとに他の塾でやっていきたいっていう意味です。じゃあ、まあ我々がまずその入塾、まあ、無償で、させてあげられるかということを判断して、もしそこがダメだったら、じゃあ100万円でもう一回判断するみたいな、そういう感じでよろしいでしょうか。はい、ちなみにですね、その100万円が一人から出るとするじゃないですか、はい、極論ね、はい、そしたらその人の塾に行くんですか。いや、それはその100万円細井先生から出たけど、はい、キャスト外出に行くっていう場合もあるのと。はい、そこまでは考えてなかったんですけど、まあ、料金的に100万円で通える塾っていうのが、まあ、武田塾が、オンライン予備校が、まあ、メディケートも110万円ぐらいの一番安いプランがあるんですけど、まあ、そこまで考えてなかったです。キャストワイズはもっと高いの？あ、そうです。そうですか。いや、高いの？いや、安い。安いの？はい。じゃあ、細井さんのとこ一番高い？と思います。これ110万じゃん。はい。じゃあ、なんとかなりそうじゃんね。はい、そうです、ね。ということは、自分の中で選択肢は一応5あるわけじゃないですか。はい。でも、これ放送するかどうか別として、はい、自分の心の中に、もし、要は第一希望の予備校はあるんですか。これ今言っちゃったらちょっとめっちゃだよね。そうですけど、言わない方がいいね今は、はい、言わない方がいいね。言わない方がいいね、はい、はい。じゃあこのままで進めましょう、はい、どうぞ。はい、発展途上国で細井先生になりたい。はい、そうです。やばすぎるですよね、これ。細井先生は東京にいますけど全然先進国にいますけど大丈夫ですか。はい、まあ、理由を説明した方がいいですかね。もちろんです。はい、僕は本当に小さい頃から、まあ、最初は韓国のドキュメンタリー映画で、ナクナ・トムズという、アフリカの南スーダンで働いている、医者のドキュメンタリー映画を見たのが小学4年生で、そこから10年間ずっと外科医になってアフリカで働きたいっていうのが自分の夢で、最初は もちろん他の NGO 団体みたいにどっかに所属して、寄付なり支援なりいただきながら、ずっとそこで、治療しながら教育に携わりたいと思ってたんですけど、そこで細井先生の、
活躍を見て、いや本当医者でも別に自分でお金も稼げるし、 YouTube で宣伝もできるし、もう自分でできることはできるんだってことをに気づいたんで、それで、まあ、つまりなんで細井先生になりたいかっていう意味は、その意味は、自分でできることは自分でやりたい、YouTube で宣伝しながら自分でビジネスで資金も稼いで発展途上国で医者をやっていきたいっていうのがその意味です。まあ、俺になるのはちょっと全員には勧められることではないんですけどね。美容をやりたい、いやそういうわけじゃないです。あではないです。細井先生が、まあ、なんで細井先生かというと、細井先生は医者をやりながら、まあ、学習塾も経営してて YouTube もやってて、まあ、いろんなことをやってて、僕も医者をやりながら、ビジネスをして自分で資金もできる、自分でできる範囲は自分で稼いで、そのもとに向こうで、働きたいっていう意味で、その宣伝もしたりそういう全部したいという意味で、その細井先生になりたいって書きました。まあ、ベースとして医者でしっかり稼ぎながら、そこから自分のやりたい事業にどんどん投資していったりとかしていきたいってことなんですね。まあ、アフリカ現地では、アフリカでは本当に向こうの現地の人が自分たちでその払う資金力っていうのはないと思うので、本当最初は本当にボランティアじゃなくてその支援をいただきながらやる予定だったんですけど、だからその医者としてそのお金を稼げるかどうかは正直よく分かんないんですけど、その足りないお金の分を他の事業で稼いで働きたいっていう意味です。うん、まあね、そういう絵をねでっかく描くのはすごいいいことだと思うんだよね、19歳だし。いやけど、まあその描いたところでそれがね持ちで終わっちゃいけないんだよね結局。去年の共通テスト67割の605点、これ現実的な数字なんですかね。ちょっと僕にはあんまり、そう、いやなんか言う割に点取ってねえじゃんって思っちゃうんですけど、はい、それどうなの。もう全く言い訳するつもりないんですけど、去年と現役の時は、国立を受けなかったっていうのもあって、その共通テストの対策っていうのを、まあ、ほとんどやらずに、その本番、まあ、現役の時は先生に一応本番なりのために受けなさいって言われて受けて、で、まあ、去年も、うん、もしかしたらもういい点取って、まあ、共通テスト利用入試を受けるかもしれないけどと思ってたんですけど、まあ、その国立を目指せる実力がなかったので、共通テストの対策を全然してなかったっていうのが、まあ、一応理由にはあります。まあ、一応それが今自分の実力だってことは間違いないんですけど。これ個別指導塾キャストダイス塾長小林翔、 YouTube キャストダイス TV を立ち上げ、教育系 YouTuber として情報発信、先取りと勉強量を重視した受験生サポートコンサル事業で学びの場を拡大する。学習塾業界の東大王の前に才は投げられる。どの目が出るかは受験生次第。これまでは どこを目指して勉強したんですか。第一志望は国際医療福祉大学を目指してて、で現役の時は国際医療福祉大学と順天堂大学を受けて、はい、2浪目の時も国際医療福祉大学と順天堂大学を受けました。これ詳しい点数の内訳って何かありますか。はい、持ってます。ああ、じゃあこれ回します。お願いします、はいはい。ちなみに皆さん、視聴者の方のために、国際医療福祉大学っていうのは細井先生どんな大学ですか。そうですね、新設の私立医学部なんですけれども、はい、まあ、特徴としてはやっぱり学費が今現在国の中で一番、日本で一番安いっていうところですね。まあ、2000万切る学費で、で、ちょうど今5年生ぐらいまでですか、いるような大学で、要するにまだ卒業生が出てないような大学ですね。なので次入った時にちょうど学年全部がまあ満タンになるかなぐらいの、まあ、要は歴の浅い大学です。今おっしゃった1000万というのは年間ですか。6年間 で、2000万弱です。1850万ぐらいですね。じゃあ次第の医学部としてはかなり安い。そうです、次点に慶応が来て、その次順点って続くんですけれども、はい、かなり安いというか一番安い部類になりますね、はい。で、まあ、大学としてはその千葉大、あとは慶応、まあ、あとは東大の先生もいるのかな、まあ、そこら辺がまあ合弁みたいな形で、まあ、その各、まあ、この科ですねを受け持って回しているような大学になりますね。どこにあるんですか。成田です。はい。で、特徴的なのが、全員がその USMLE というその要は海外の医師免許の試験ですね、アメリカの、はいはい、を、まあ、取れるようにしようっていう、まあ、その大義があってですね、多分全員が取るというのは難しいと思うんですが、もう1年次後半ぐらいから授業がほとんど全部英語になります。
なので要するに国際社会で戦える、まあ、医師を育てる、あるいは、まあ、成田近辺ですからやっぱり海外の方々が、まあ、よく、まあ、住まれる地域なので、そういったところの医療に携わる、まあ、今後要するに学科、まあ、海外の学会とかでどんどんしっかり幅を利かせていけるような日本の医療っていうのを掲げている大学です、ね、現時点での私大医学部の偏差値としてはどの辺にあるんですか。上から多分、まあ変動しますけども 5,6 番目ぐらいかなと思いますね。やっぱり慶応さん、慈恵医大さん、そして日医さん、順天さんっていうのがありまして、まあ、その次に行くかっていうところですね。やっぱり今細井先生がおっしゃったようなことがあるからここに一番行きたい。はい、やっぱ一番はやっぱ英語に力入れてるってことで、本当に海外で働くことを目指してきたんで、英語を力入れてる国際医療福祉大学を目指しています。第2のドラゴン細井を目指してタイガーファンディングへ挑む志願者、望む大学に合格する可能性は果たして。理想と現実の狭間で揺れる戦い、議論は盛り上がりを見せる。この千葉大は何で書いたんですか。細井さんかぶせに行ったんですか。いや本当は千葉大は、まあ、本当行けたらもちろん国立で、お金も借りる必要がなくなってくるので行けたら一番いいんですけど、千葉大がどれだけ難しいかも自分で分かってるんですけど、本当に今年2浪目に入って、なんか本当に正直私大医学部受かりたかったんだったら本当にそれぐらい目指してやんないと、まあ、受からないと思ったので、今年は千葉大を第一志望にして本当にそこに受かる気で勉強して、まあ、次第には確実に合格したいなっていう気持ちで千葉大を目指したいってことで第一志望に入れました、うん、なるほど。さっきもらったあの2ページ目のこの受験後の不合格のところ見てください。彼は三浪はしないつもりみたいです。うん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 。千葉大に入ったらバイトで自分から、はい、はい、まあ経緯があったのは、本当にもともとは今年でもうダメだったんで、もう僕本当に自分に絶望して、もう本当にもう全て諦めてもうそのまま就職するつもりだったんですけど、本当にタイガーファンディングを見てからここに最後に一度だけ本当に自分の全部かけて1年やってみようと思って、今出演したので、もう本当にこれでもう本当にできるだけ自分の全部 を込めて勉強して、それで1年抜かんなかったらもう 何度やっても無理だと思っているので、もしも受かんなかったらもう自分の夢も全部諦めて普通に就職しようと思っています。ここでナッシングになったら就職ですか。大学受験コンサルティングポラリスアカデミア代表吉村信弘、受験生向けに学習戦略課題解決を提案する受験コンサルティング、あまたの生徒たちを逆転合格へと導くこの男が目指すのは日本一の教育サービス。新しい未来を指し示すポラリスが受験生たちの後悔の道しるべとなる。ここでナッシングになったら就職ですか。いや、ナッシングになった場合は、はい、それでもまあ1年は勉強しようと思ってるんですけど。今まではやってなかったんですかね、その量が圧倒的に足りなかったとか、はい、根拠なき自信により自分に甘かったみたいなのあるんですけど。そうですね、まあ、今まで塾に通った経験がなかったっていうのは言い訳じゃないんですけど、家でその勉強する習慣っていうのがもともとなくて、まあ、高校を入試する時も本当に周りがどんだけ勉強してるとか全く分からずに、なんか定期テストを受けるような感覚で高校も入学して、その後もほとんど勉強せずにやってきて、ずっと去年も卓郎をやったんですけど、なんか全然、はい、そうですね、で勉強を確保できなかったってありますね。なるほど。今共通テストの結果見たら、はい、全然伸びてないとかむしろ下がってます。数学がやばかったですね。そうですよね、ちょっと半分のままやったんで、はい、そうですね、去年、まあ、本当にちゃんと勉強できたらよかったんですけど、もともと数学が一番苦手で、まあ、共通テストに向けて勉強する、もともと本当に共通テストの対策したいっていうプランを立てたんですけど、全然間に合わずに、もう直前になって もうとりあえずインプットでもしないとやばいってなって、その共通テストの対策をほとんどせずにもうインプットだけやって、まあ、受けたって感じです。まあ、今年ちょっと共通テスト数学難化したとはいえ、はい、まあ、ただ結構他の点数もあんまり変わってなくて。そうですね、今年1年間はまあ卓郎で、まあ、ほぼ成果がないってことですよね。そうですね。それでもう1年やってどれぐらい成果が出るかっていうのは、はい、正直ちょっと僕らもそのなんか判断材料が多分必要だと思うんですけど。なるほど、はい、ここに関するなんか気持ちとかありますか。そうですね、本当に去年までは本当に今までもう自分に本当に自信があって、もう高校1年生の時も、まあ、それも入った後はもうゲームしながらでも、まあ、
適切で1位取ったりして、本当になんか自分がもう天才だと思い込んでしまってて、もうそん今考えたら本当にやはり、まあ、井の中の蛙っていうか、もうそれどころじゃなくて、もう水たまりの中のプランクトンぐらいで、本当にもうずっといい例えだねそうですね、小説家になった方がいいじゃないですかもしかしたら、はい、で本当に自信があったんですね。なんかずっと高3の時も E 判定取りながらも、自分だったらまあ3ヶ月あれば受かるだろうとか、もう去年の卓郎決意したの もう自分だったら1年家で勉強したらどこでも受かるだろうっていう気分で入ったんですけど、そんな甘い世界じゃなかったっていうか、うん、本当になんか家で一人で勉強するにはなんか周りがどれだけやってるのかも全然目に入ってこないし、それプラスなんかいろんな誘惑も多かったっていうのもあって、うん、そうですね、全然伸びる成績伸びませんでした。いや、細井先生これどうなんですか、これのこの成績で受かりますか1年後。まあ 99% 受からないですよね。もちろんその100とは言えないんですけど、物事に 100% ってのはないので、はい、例えばこの、まあ、令和4年のね共通テストの点数見る限り、まあこれで来年千葉大受かるとは普通は思えないですよね、はい、ってなると、もちろん、まあ君がすごいねいい人で誠実なのはまあ分かるんだけども、例えば塾で無償で入学させてっていうのは、はい、おっしゃる通りリスクになりますよね。そうですね、そうだから普通に考えたらやっぱりそれって現実的じゃないのかなってこの成績からすると思っちゃうのと、はい、あとはやっぱりそのまだその地に足がついてないような感じがするんだよね。少し上滑りしてるというか、なんかこうできると思ってる節がまだあるよね。だそれって多分まあ成田高校の環境もそうだとは思うんだけども、本当にやってる人っていうのも見たことないんじゃないかなと思うんだよね。マジでやってる人見たことある？ガチで千葉現役で受かるやつとか東大バシッと現役で受かるやつとか身近にいた？身近にはいないです。だよね。だから自分がさ、そことの距離感つかめてないでしょ。で自分の中では、まあ、細井先生の YouTube とかも何度も見て、もう本当に周りがどれだけやってるかっていうのはまあ認識はしてるんですけど、まあ、それを肌で感じたことはなくて、でも今年は本当に全てやめて本当に勉強だけに付け込むぐらいで勉強しようと思ってるので、まあそれがまだちょっとね、まだプランクトンなんだよね、まだね。そんな当たり前やで、こんな、ね、もうやってなきゃおかしいよね。そうそうそう、今勉強しようと思ってるって言いましたよね。はい、今勉強しようと思ってるって言いましたよね。その全てを勉強しようと思ってるって言いましたよね。はい、今はやってないですか？昨日何時間勉強しました？昨日は、一昨日は、はい、一昨日は、今週1週間で何時間勉強しました？だいたい1日8時間ぐらいでやってます。それで十分だと思ってます？いや、全然思ってないです。ちょっとぐらいっていうのがさっきから多いんで、このその勉強するぐらいの気持ちでとか8時間ぐらいでとか、はい、そこちょっと明確に答えられないですか？1日8時間は取るようにしてて、まあ、朝にだいたい朝に何時間やるかとか決めてやってるんですけど、タイガーファンディングの準備をしてたっていうのもありますし、うん、そうですね、まだちょっと本当に甘かったです。タイガーファンディングの準備で何やった？資料作りですか？資料を作ったっていうのと、まあ、YouTube の見返しとかもしてたし、他にも、まあはい、他にも勉強だけじゃなくていろんなことをしてました。まあ、ぶっちゃけサボってる自覚はありですか？はい、あります、もちろん。この外的要因、あ、ごめんなさい、結構外部要因内部要因みたいな、受からなかった反省点みたいなの書いてるんですけど、はい、結構その外的要因見てると、はい、厳しくチェックとか相談アドバイスとか、はい、切磋琢磨する仲間いなかったとか、結構そのガチガチに管理されないと勉強できないタイプなら普通に千葉医とか、まあ、そのレベルの人が目指すところではないんですよ、はい、特に国公立の医学部なんで。だからまあ今の時点でほんまに自分自身で大量に勉強してて、で何をやったらいいかとかいつ何を勉強したらいいかわからないから我々の塾に、まあ、入れてくださいだったら多分まだなんかこうアドバイスしたら伸びそうとか管理学習のルートみたいなの作ってあげたら OK ってなるんですけど、結構その学習管理までおんぶに抱っこでお世話してほしいっていう感じがすごいんで、だから多分千葉医も無理じゃないっていう空気感になってると思うんですよ、はい、なるほど。その謎の隠しきれないプライドは僕は気になってて、なんで二浪して後がなくてしかも今まで勉強してないのに
並べるのが千葉医と国福と順天なんですか。まあ、私立はギリギリ学費の問題があるんで、はい、まあ、御三家プラスアルファじゃないとちょっとっていうのは分かるんですけど、はい、普通に、まあ、ちょっと具体的な大学の名前挙げるのはあれですけど、もっと受かりやすい国公立ありますよね。はい、千葉医に関しては国際医療福祉大学の結果次第で決めようと思ってます。国際医療福祉大学が受かったんだったらそのまま国際医療福祉大学にも行きたい気持ちがあるので千葉大学に挑戦したいと思ってるんですけど、国際医療福祉大学がダメだったら他の先生たちのアドバイスを聞きながら、自分に合う大学に目指そうと思ってます。そのタイミングで決めて間に合うんですか、対策って。国際間に合う、あ、対策、あ、対策は間に合わないけど、はい、出願は間に合う。そう、出願は間に合いますけど対策が全然、そうですね、うん、普通に考えたらもう後が本当になくて次就職まで考えてるなら、はい、ガチガチに取りに行けるようなところ、まあ、てか、例えば仮に弘前だとしても、弘前大学の医学部比較的国公立入りやすいですけど、はい、仮に弘前だとしてもちょっときつい成績ですよ、うんうん、本当にこう1年間マジで1日15時間とかやりまくってやりまくってやりまくって、まあ、弘前どうだろうぐらいの感じで、もし入塾面談うちとかに来てくださったらもうとにかくまずそういうところから話さざるを得ない成績なんで、はい、多分その、まあ、気持ちの面ではちょっと自分を反省して勉強しなきゃってことに向かってるかもしれないですけど、客観的なその今の学力とその1年後とか、もう1年ないですけど1年後の学力がちょっと見えてないんじゃないかなって気がしますよね。現状では 99% 不合格、虎が叩きつける現実、厳しい意見が受験生を追い込む、窮地に立たされる志願者、突き刺さる虎の牙を跳ねのける一手を繰り出せるか。受験正解ピラミッドの最下層だよ、本当に。わかる？